サーブには自信がある。レシーブさえ入ればもっと勝てるのに。悪魔に魂を売ろう。ディアボリックスペシャル。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやっすんです。グッチーです。私たちは動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなぐ活動をしています。卓球技術や卓球用具に興味のある方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。皆さんのアクションが私たちの動画を作る力になります。動画のリクエストがありましたらぜひコメント欄にお書きください。それでは今回はこのこちらのラバーですね、スーパーグランチというアンチラバーを試打していきたいと思います。はい、なぜこのラバーを試打するかというと、まずですね、試合動画を見ていたらマルクス・ヨハンソンというアンチ使いの、まあ、めちゃくちゃ強い選手なんですけど、ぜひ興味ある方は試合動画検索していただきたいなと思うんですけど、すごいアンチ使いで面白い選手がいるなと思って、どんなラバーを使ってるんだろうと調べてみたら、なんとこちらのラバーを、使っているとかいないとかという噂がありましたので、マルクス・ヨハンソン選手をリスペクトする形で、こちらのラバーの試打動画を撮っていきたいなと思います。それではよろしくお願いします。
ないんだよなあれ。はい、というわけでスーパーグランチ出してみました。マルコス・ヨハンソン選手、結構面白いプレースタイルをしていまして、プッシュやブロックを駆使して低いボールをとにかく入れていって、相手がツッツキをしたら一撃フォアドライブでオールフォアでドカーンといくって、すごいなんか私向きというか、はい、すごい通ずるところがあるなというスタイルだったので動画を作成させていただきました。その戦術の通り非常に弾まないんですが、抑えようとするよりも迎えに行くようにブロックをしたり、しっかりプッシュを上から押し込むと、なんか鋭いボール、低いボールが相手のコートに滑り込んでいって、グッチさんもとても取りづらい、取りづらいからつっつきで合わせてこっちが打てる、そういうプレースタイルにすごいマッチしたラバーだなと感じました。ぜひですね、アンチ使いの方試していただきたいなと思います。ありがとうございました。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。